ラシードティーン・スイナーアンは、12世紀後半、シリアにおけるシーア派のイスマイル派、ニザール派の中核的位置を占めたダーイー。勢力の錯綜するシリアにおいて、彼の指導の下ニザール派は、無視できない勢力にまで成長した。また、スイナーアンの支持で活躍したフィダーイーから、暗殺教団伝説が生まれ、彼自身も、山の老人のモデルとして、有名になった。 ヒジュラ歴520年代、バスラ近郊のイスマー・イール派の家の生まれ。若い頃にニザール派を信奉するようになり、ニザール派の中心拠点、北部イランアルボルズ山中のアラムート城塞に赴き、教育を受けた。1162年、ハサン2世がフチャを継いでニザール派のダーワを、率いるようになると、シリアに派遣された。その後、シリアにおけるニザール派の指導的大意。 シャイフ・アブーム・ハンマドが没すると、シリアのニザール派ではその光景をめぐって大混乱に陥るが、この時アラムートから光景として認じられたのが、スイナーンであった。以降約30年にわたって、スイナーンはシリアのニザール派を率いることになる。この頃のシリアでは、ファーティマ朝勢力は大きく後退し、ザンギー・アサ、十字軍諸国家、ザンギー・イ朝によって、ファーティマ朝に派遣され、 軍権を握るサラーフッティーンの勢力、さらには、軍コモロ勢力が作綜する状況であった。軍省勢力の一つイスマーイール派でもムスターリー派が、ニザール派よりも、はるかに優勢な状況であった。このような中で、スイナーンは、シリア中部、ジャバル・バフラー山中の諸城祭を中心にフィダーイーの育成など、再組織化を図るとともに、シリア諸勢力との合唱連行によるニザール派の、 生存確保を目指した。最も優勢であり、スンナハゴジに厳格であった、ザンギー長のヌールッティーンはニザール派を十字軍以上の脅威とみなし、ニザール派上塞の包囲攻撃を繰り返していた。これに対して、スイナーンは十字軍と暗黙の提携を行い、さらに1173年にはアモーリ一世に正式な同盟の使者を送っている。1174年、 ヌールッティーンが没すると、今度はヌールッティーンによってファーティマ町に送られ、さらにファーティマ町を滅ぼしアイユーブ町を起こしたサラーフッティーンの脅威に直面して、一点残儀以町との同盟に踏み切った。1176年に至る二度にわたって、サラーフッティーンの暗殺のためにフィダーイーを派遣したが、いずれも失敗している。これに対する報復のために、アイユー部軍は、上塞の一つ、 マスヤーフ城塞を包囲するが、すぐに急戦に至り、IU 部長との敵対関係も短期間のものであった。この攻防戦では、スイナーアンが単独で警戒厳重なサラーフッティーンの、真女に侵入し、その枕元に、毒ケーキ、毒塗りの探検、警告文を置いて去ったエピソードがあり、サラーフッティーンはこれに恐れをなして、兵を引いたという。その後、 シリアのニザール派をめぐる状況は比較的安定的に推移するが、1187年のサラーフッティーンによるエルサレム奪還以降、十字軍の活動が活発化し、1189年には第3回十字軍が起こる。この頃にはニザール派と十字軍との関係はかなり悪化しており、共通の敵十字軍への対抗のためにサラーフッティーンと同盟を締結し、 十字軍諸国家へのフィダーイーの派遣が行われていた模様である。例えば1192年のモンフェラート公コンラート一世の暗殺もフィダーイーによるものと言われている。十字軍に対抗するためとはいえ、互いに旧敵であるにもかかわらずこうした関係を結べたのは、水難もサラーフッティーンも互いの脅威を熟知していたからと考えられる。これに関して、 イブンアルアスイールなどサラーフッティンに敵対的な鹿はサラーフッティンがスイナーアンを思想して実行させたものであるとしているこの頃遅くとも1193年までにスイナーアンは没したものと思われるこのようにスイナーアンはシリアをめぐる情勢で大きな役割を果たしたが一方でニザール派競技面への貢献はあまり伝えられていない1164年 フッチャのハサン2世は、キアーマを宣言する。これに対しスイナーンは、キアーマについて、独自の協議を打ち立てたとされているが、スイナーン自身がイマームを称したとする資料はない。このことは、協議面の対立以上にスイナーンのアラムートからの独立傾向を示していると言えよう。スイナーンが、シリアニザール破塞組織化の中で、最も重視したのがフィダーイーの育成であった。 フィダー・イーとは、ある理念に忠誠を尽くし、自己犠牲をも厭わない人々のことであり、スイナーンは、戦闘や暗殺において、彼らを積極的に用いた。フィダー・イーの勇猛さは、特に十字軍に恐れられて、彼らによって、ヨーロッパに伝えられ、やがて、暗殺教団伝説と、その指導者、山の老人を生み出し、無限のバリエーションを発生させている。ありがとうございます。